はいどうも、ナビゲーターギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、以前にですね、こちらのダイソーのですね、大人の塗り絵をですね、僕なりに1枚塗らせていただいたことがあるんですけども、あれがですね、結構評判が良くてですね、僕はいろんなまあ SNS やってるんですけど、そちらの方でもですね、まあ、つぶやいたりしてて、その子にね、コメントとか DM でですね、色鉛筆でその詳しいね、やり方っていうのは以前の動画では説明してなかったので、今回はですね、まあ、こちらお花が描かれた塗り絵なんですけども、ちょっとねお花のね花びらの塗り方をですね、僕なりの塗り方でですね皆さんにご紹介できればなと思っております。まあ、今回使うのもこちらのダイソーのね大人の塗り絵を使っていこうと思いますので、ぜひですね僕と一緒にですねこの動画と、まあ、一緒にですね進んでいただけると、まあ僕もですけども皆さんと一緒にですね画力アップできると思いますので、ぜひよかったらお手元にですね自分が好きな色鉛筆と、あとは、まあ、別に自分で描いた絵でもいいですし、塗り絵でもいいんですけど、まあ、お花とか描いてる方が今回の動画は参考になるんじゃないかなと思っております。では早速ですが、皆さんと一緒にですね、今回はお花の塗り方をマスターしていきましょう。では皆さん一緒にレッツゴー！頑張ろう！はい、じゃあね今からですねこちらのお花のですね塗り絵に僕なりのですねお花の塗り方をご紹介できればなと思っております。まあ、今回ね、まあ、全部を塗るってわけじゃなくて、本当にですね一つのお花ぐらいのイメージで思っていただければいいかなと思います。ちょっと近づけますね。まあ、お花ってね花びらがですね何枚かわかんないけど、それぞれのお花によって全然違いますけども、今回のこのお花に関してはパンジーをね使ってると思います。実際ねちゃんと確認すればいいんですけど、こういう形でですね今ね赤い線で引かせていただいてるですね、まあ、花びらが重なり合ってお花はできてるっていうですね、まあめちゃめちゃ今当たり前のことを言ってるんですけども、まあお花っていうのは一つ一つですね、ここにねまあお花の顔ですね、僕は顔って言ってるんですけど、別にねあの正しい名前ではないですよ、顔があって、でそこにですねお花のね花びらがそれぞれがついてるっていう形でございます。じゃあこっからどういう風に塗るかっていう話で、で光がですね当たる場所によってそれはね塗り方は変わってくるんですけども、あくまで僕はいつも言ってるのは、まあ、太陽の位置は別にですねこっちからね太陽が当たってるのを考えて塗るのもよしだし、別にこっちからね太陽が当たって塗るのもよしだし、上からね太陽が当たって塗るのもいいし、別にね下から太陽が当たってって塗るのも僕はですね OK だと思っております。なんなら全部ね太陽がですねもう全方向からまあね光が当たってるようなね絵柄でもですね自分の世界が出ると思いますので、これはですね僕的にはもちろん学校でですね習うような塗り方っていうのはその学校のねまあ通りにですねテストとかでも塗っていただかないと、まあそれは0点みたいな形になりますけども、僕みたいにですね本当に絵が好きでもう好きなように自分の世界で描きたいっていう方はこのような形でですね、まあ、自分のですね中でルールを決めちゃえばいいんだよね。別に太陽が上からじゃなくて下から当たるような絵を描きたいという方だったら、地面が別に下だろうが太陽は下にあるんだっていうのを考えていただければですね、まああのなんかなんて言うんだろう、哲学じゃないけど、なんか自分がいる世界は太陽は上からだけども、じゃあ下から当たってる絵どうなるんだろうとかいうね、そういう興味からですね、結構ねあの絵を描くときってクエスチョンマーク、なんでこうなるんだろうっていうことを一つですね頭に置いていただけると絵を描く楽しさってですねもう倍以上に広がってくるので、ぜひですねそういう風にですねどん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 自分なりにですねルールを決めつつ追求していただけると嬉しいなと思っております。まあ一般的なのはね結構ねこの上からね太陽が当たってるイメージで描く方が多いと思うんですけども、じゃあねそこからですねまあパンジーのですねお花っていうのを皆さんイメージしていただくと、まあ、黄色とか青とかパンジーって言ったら結構いろんな色があると思うんですけど、まあ僕なりにですね好きな色でね、まあ、手に取っていただければいいんですけど、まあ、皆さんもね本当に好きな色をですね手に取っていただいて、まあ、描くのが一番いいかなと思います。基本ですね色鉛筆って言われるものは色がですね近しいもので、こういう形でですね本数ね今回4本しか持ってないですけども、ちょっとこれがこういう感じになるのかな、まあ、あの近しい色でこうやってですね手に取っていただいてですね、もうこの時点でグラデーションがなってたらもう絵はですねちゃんとグラデーションになりますので安心してください。じゃあ今からですね太陽が仮に右から当たったね、こっちから太陽が当たったですねちょっと花びら塗って
みようと思います。で、花びらが重なってるですね枚数っていうのが今回はですね 1,2,3,4,5 っていう形で、で一番上にですね重なってる花びらじゃあどこかって言われたら、おそらく僕がこういう感じで見てる限りだとこの5番の、ね、花びらとあとは3番の花びらになるのかなと思います。その下に1番と4番4番の花びらがですね次に下に入ってるって感じで、で一番下の花びらがこのね今からちょっと塗ろうと思うこの2番の花びらになるんじゃないかなと思います。こういう形でですねどの花びらが一番上に来てるのかっていうのもねチェックしていただけるとある程度ですね影の付け方もですね簡単になってくるので、ぜひですね花びらの位置とかもですね観察していただけると嬉しいなと思います。でこっからですね塗っていくんだけども、僕的には明るめの色から塗っていただいた方がよりですね後から暗い色足していただく方がなんかねグラデーションというか綺麗な感じで塗れるイメージがあるので、僕はですね明るめ系からまずは手に取って塗ろうかなと思いますけども、別にねそこはですね濃い系から塗っていただいてもいいんじゃないかなと思います。で太陽がねこっから当たるっていうことはじゃあどういう風になるかっていうと、まあ、一番ですねハイライトっていうね光が当たる部分っていうのは多分ねこの辺になってくるんですよね。この今ねちょっと丸で囲いましていただいたとこがじゃあ白くなるんだと思いつつですね塗ってみましょう。最初はですね僕ね結構ねもうベタ塗りでですね最初塗っていくんですけど、まあ、ベタ塗りで全体をですねもう綺麗に平均して塗っていただくのもありなんじゃないかなと思いますし、で花びらってよく見ていただけるとですね線みたいな感じで入ってるんでね、こういう感じでですね、まあ、このね塗り絵には書かれてないですけど花びらとか特にね葉っぱとかもですね線がね描かれていたりするので、それ通りにですね描いていただけると内側から外側に向けて塗っていただいた方が僕はですね結構ねリアル系には近づけれるんじゃないかなと思います。でこういう感じでですねちょっとねこの重なってる部分はですねよりね影になりやすい部分なので、こういう形でですねまず1本だけでちょっと強めにここ塗っていただいた方がよりですね分かりやすいんじゃないかなと思います。ハイライトの部分は、まあ、明るいっていうのはですねもちろんあるんですけども、まあ、別にねあの光が当たってるからじゃあそこは真っ白かって言われたら真っ白ではないので、僕は基本塗っちゃいますね。普通に塗っちゃいます。ちょっとこういう感じですねベタ塗りで塗っていただいて、でまずね1項目目はですねこんな感じで塗っていくって形かなと思います。この時点で1本だけでもこういう形でですねちょっとね色のね力のね強さを変えるだけでもうこの時点でちょっとね若干なんかお花っぽくなってるんじゃないかなと思います。次にですねこれよりも若干暗め系の色鉛筆を手にね取っていただいてですね、まあ、同じような形でこのね下の方のね影になる部分から塗っていただきます。こういう感じでですね僕はねこうやってね線を引くような形で、まあ、色鉛筆の塗り方ってね違う動画でも上げてるんですけどハッチングっていうやり方を僕はね結構使っています。でこれね正直僕がですねどんぐらいまでじゃあハッチングするのかって言われたら正直これはね僕の感覚にしかならないんですけど、まあ、大体ねなんか雰囲気が出たらやめますね。雰囲気が出たらやめるし、もちろん僕もね色鉛筆がねめっちゃ得意かって言われたら得意じゃないんですよ。得意じゃないんですけど、まあ、書いててねめっちゃ楽しいので僕もですねこういう形でね楽しさっていうのを知ってほしいっていうところから動画を上げさせていただいてるって形でございます。基本ねあんま入れないけど、まあ、黒とかね入れてあげればよりですねなんか深みっぽい色にはなるんで、こういう形でですねちょっと重なってる部分に黒を入れてあげるとかね、そうすると結構ねなんかまた違うような雰囲気が出るんじゃないかなと思います。まあ、こういう形で花びら1枚作っていただいて、で同じようにね僕はねこうやってやっていくんですよ。最初明るい系を塗っていただいて、でこうやって塗ったら次ですねそれよりも濃い色で塗っていただく。で花びらがね裏返ってるとこは若干ねあるんですけど、ここの部分ね、ここはですねその明るいよりは暗い色を入れていただいた方がよりですねその、巻かれてるような立体感っていうんですかね、その奥行きが出るので、ぜひですね濃い色で塗っていただければいいんじゃないかなと思います。で次ねまたさらにですね濃い系をね乗っけてあげる。さらにまた黒をですねここからね突き出していただいて、実際ここにねちゃんとした顔みたいなのがねあるんだけど、これね今回ねめちゃめちゃ無視してましたね、忘れてましたね。普通に明るい系の花びらに内側から外側を塗ってあげると、で次濃い系を塗ってあげる。でこうやってですね軽く塗ってあげるだけでも結構ね花びらってね綺麗になっていくんで、これね本当にいいやり方だと思いますよ。でも今回ねチャチャチャってねパッパッパって説明してるから、そのねうまくね綺麗に塗ってるっていうわけじゃないんだけども、こういう形でですねイメージね本当にあの塗り方の基本っていうものを今回ね知っていただければ多分ねゆっくり描いてもですね綺麗になると思いますの
ので、やっぱりね、絵もね、そうですけど、時間をかければかけるだけ上手くなりますし、なんか綺麗になるので、それはですね、真似していただければいいんじゃないかなと思います。で、お花とか結構ね、ハッチングでこういう感じでですね、模様を入れていただける方が、結構リアルに見えるかもしれないですね。その方がね、なんかね、お花っぽさっていうのを感じるかも。なんかね、ベタ塗りで塗るよりはお花を描いてるのかなと思われるんじゃないかなと思いますね。まあ若干ちょっとね、また違うような模様になりましたけども、これはこれでですね、結構ありなんじゃないかなと思っております。で、僕は基本ね、まあこういう感じでですね、今軽くちょっと塗らせていただいたんですけど、まあ今回ね、ちょっとね、顔の部分ですね、こことかにも顔あったんだけど、ちょっとね、普通にオレンジ塗っちゃったから全然綺麗になってませんけどね。まあこういう感じで、ここの部分はまた違う色で塗っていただいてもいいですし、まあ、僕がこのね、基本こうやって塗らせていただいた部分はあると思うんですけど、これがですね、まあ、僕は花びらのこの外側の部分っていうのを比較的に明るくするんですよ。僕の塗り方ね、これはね、あくまでお花の塗り方っていう、まあ確かにお花の塗り方ではあるんだけど、外側が明るめ、そしてですね、内側に入るにね、連れてどんどん濃くなっていくっていうのをイメージしていただいて塗ると、僕みたいなデザインになりますね。そう、僕みたいなデザインになるので、まあ、僕みたいなデザインをしたい方はぜひ真似していただいて、で、僕みたいなデザインしたくないよって方はですね、全然真似しなくてもいいかなと思います。で、外側ね、内側の方を若干ね、黒くしていただければ、よりですね、なんかね、お花っぽさっていうのも生まれてくるので、ぜひですね、こういう感じでハッチングしていただけると、よりですね、そのお花の模様みたいなのを感じたりもするので、これね、綺麗にしないとなんかね、まあパッて描いただけに見えちゃうので、ここはですね、あんま早くしない方がいいですよ。こうやって黒を入れるだけで、またね、お花にね、近くなるっていうか、若干なんか立体感増したことないですか？あ、ここ影なんだなっていう。結構ね、塗る時のコツっていうのは、自分が思ってる以上に強く塗ってあげる。それがですね、僕はね、もう大事なね、一つだと思ってます。うわ、これちょっと強いかなと思っても、もうね、自信満々に、私は正しい、僕は正しいと思いながら、こうやってですね、黒のライン入れていただくっていうね、黒ってね、まあ、色鉛筆の中っていうか、その画材ごとで全部がね、まあ、黒がもう一番強いじゃないですか、正直ね。もう全部の色出せば結局黒になっちゃうから、そう、黒をね、あんま入れすぎるのも良くないなと思いつつも、黒を入れてあげるだけでこんなにもね、またね、お花にね、まあ綺麗さっていうんですかね、あ、なんか立体に見えるなって思う方多いんじゃないかなと思います。僕もですね、こんなにね、結構ね、自信満々に黒を塗ったことないですけど、まあ、黒を入れるとちょっとかっこいいなと思いましたね。こうやってかっこよさがですね、また増してですね、結構僕の中ではまた新しい発見ができたなと思っております。本当にね、色鉛筆っていうのは重ねて重ねて重ねてどんどん美しくするっていうのを忘れなければめっちゃ楽しいですよ。正直、上手い下手っていうのは何を基準にしてるかっていうのは僕はよく分かってないんですけど、もちろんね、なんだろうな、お花にしろですね、正解っていうものはありますよ。パンジーにしろですね、正解っていうものはもしかしたらあるのかもしれません。そのリアルにね、まあ皆さんが見てるパンジーの色、これが正解っていう人もいれば、その赤色が正解っていう人もいれば、青色が正解っていう人もいれば、黄色が正解っていう人もいます。まあそれはそれで、うまい下手っていうのを判断する材料としてはもうぴったりなんだと思うんですけど、僕みたいな人って基本正解があるもの書いてないんですよね。正解が全てじゃないなと思ってるので、別にパンジーがね、ピンク色でもいいですし、黒のパンジーとかでもいいですからね。そういう形でですね、やっぱ好きなように塗っていくっていう楽しさも知りつつで、まあ、基礎中の基礎ね、その色鉛筆の基礎中の基礎っていうのは知った方がいいかもね。僕は本当に全部が独学でですね、今ね、 YouTube でやってるんですけど、そう、独学でやるとやっぱりね、なんだろう、基本の部分がですね、抜けてるっていうのはあるので、そこを学ばないといけないなって思いつつも、やっぱりこうやって自由に描く方が僕は楽しいので、まあ、続けてるんですよね。まあ、こういう形でですね、僕のお花の塗り方はですね、以上になるんですけども、まあ、遠目から見るとなんかお花描いてるのかなって分かると思うんですよね。で、これが一つだと、まあね、パッと見ただけじゃ何か分かんないかもしれないんですけど、まあ、これがですね、結構ね、一つのね、まあ、お花、このね、塗り絵全部埋めた時っていうのは結構綺麗なんですよね。この塗り絵の上ですね、僕が1枚ね、埋めた動画っていうのをまだ見てない方はそちらを見ていただけるとですね、のべくんが言ってることはこういうことかなっていうのをですね、何か気づける点があるかもしれないので、よかったらそちらも見つつですね、今回の塗り絵のね、基本中の基本というか、お花のね、塗り絵方っていうのをですね、マスターしていただけると嬉しいなと思っております。まあ、もちろん僕が今回ね、紹介させていただいた塗り方っていうのはあくまで僕の塗り方なので、これが正解っていうわけじゃないんですけども、まあ
塗り方の一つとしてですね、皆さんもね頭の片隅にも置いていただけるとですね、色鉛筆の楽しさがですねどん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 世界が広がるんじゃないかなと思っております。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひですね色鉛筆の塗り方、そして色鉛筆の楽しさを気づいていただけると嬉しいなと思います。では皆さんまた明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。最高なお花を咲かせてください。バイバイ。